これは私の家族が新しい家に引っ越した時の話です。その日、お父さんとお母さんは田舎のおばあちゃんが体調を崩し入院したので、お見舞いしに田舎に帰りました。ただいま。お姉ちゃんもテニス部の合宿で学校に泊まり帰ってきません。残された私は家で一人お留守番することになりました。あの場所は昔からよくあるみたいですよ。なんか突然事故が起きたり、人が怪我したり、子供がなんかいないはずの人を見たなんていう話もあります。この場所で起きた凄惨な事件、それが今回の投稿者の体験に関係している可能性は大いにあると思われます。しかしながら。はい、倉田です。あ、お母さん。うん、平気だよ。ちゃんと食べたよ。うん、今お風呂入れてる。うん、はい、じゃあね、バイバイ。その後の我々の調査でも、この事件と王さんの事件との関連性はついに見つけることはできませんでした。王さんの死、それは今も謎のままです。ここやばいっすよ。誰かいる。誰かいる。撮影続行不可能と判断した我々は、至急彼を都内の病院に搬送した。誰かいる。
びっくりした。お姉ちゃん。もう驚かさないでよ。ちゃんと留守番してるかと思ったら、こんなところで何やってるの？アスカ？お姉ちゃん、この家なんかおかしいよ。え？絨毯の下に血がついてたり、お風呂の中から女の人出てきたり、それから…ちょっと落ち着いて。どうしたの？怖い夢でも見た？ごめん、すぐ帰らないといけないんだ。学校から抜け出してきたから。わかった。じゃあおまじない。おまじない？うん。怖くなったらこう手を広げてね。そこにおーばーけって書くの。それでその手をパンパンパンって3回叩くの。そしたらお化けも逃げていっちゃうよ。お留守番頼んだよ。お姉ちゃん？お姉ちゃん？叩くの。そしたらお化けも逃げていっちゃうよ。
気絶していた私は次の日帰ってきたお父さんとお母さんに発見されました。後で分かったのですが、私たちが引っ越してくるだいぶ前にその家で一家心中があり、家族3人が亡くなったそうです。その事件があってからいろんな人たちが引っ越してきたのですが、みんなすぐに出て行ってしまいました。私の家族もあのことがあってからすぐ引っ越すことになりました。